私豊島区議会議員だったんですけども、区議会員時代にですね、外国人の国保税、滞納率、議会で質問したことがあります。驚くことにですね、短期で来ている豊島区の外国人は 53% が払っていませんでした。永住外国人でも 25% が払っていませんでした。で、その滞納した国保税、外国人の滞納が多い、短期で来ている外国人は半分以上払ってない、それの滞納額の累計が私が聞いた時でもうすでに2億円以上ありました。これもちろんですね、踏み倒されたまま帰国しちゃったりなんかすると丸損ですよね。どうしようもないですよね。その分の国保税をですね、真面目に払っている日本人が負担しているかと思うと、私は全く腹が立ちます。国民健康保険制度、外国人に使わせるの、そもそもおかしくないでしょうか。国民って日本人のことですよね。日本人健康保険制度をなんで外国人が使ってるのか、すごくすごく、不思議だし不可解だし分かりません。というわけで、日本に来ている外国人は日本人よりも滞納がこんなにも多いんですから、民間の医療保険を使ってもらうべき。100歩譲ってですね、公的にそういう保険を用意するんであれば、日本人とは別会計にしてほしいんですよね。そうしますと、滞納が多ければ、じゃあ社会保険料上げるか、保険税上げるか、だって払ってない人多いんだもん、ということをできるじゃないですか。滞納が多い外国人の健康保険税を日本人がなんで負担しなきゃいけないんですか。全くおかしいですよ。私はいずれですね、国民健康保険自体もですね、ちょっと考えなくちゃいけないんじゃないか、それの負担で子供ますます生まれないんじゃないか、なんてことを日々考えております。